はい、すごく最近動画撮ってなくて、なんかこう地味すぎる作業が多かったんで、もうでも結構仕上がった、もう結構仕上がったから、今日は久しぶりに動画を撮ってちょっと見てもらおうと思って。なんかこう地味な作業って、まあパイピングとかは結構前にできてたんだけど、適当だけど、あとこの車検取ったりするからキャニスターの配管とかをこう、こういうのとか、なんかこう地味すぎて、あとこのバッテリーの固定の仕方とか、これも結構なんかいろいろ悩んで、穴は車に開けたくなかったんだけど、たった1個だけ開けさせてもらって止められたりとかして、しっかりした。エンジンもかかるじゃん、問題ね。で、あともう1個あれか、マフラーも、まあ、前のマフラーをちょっと改造して、地上高はすごく取れるように作って、で、何パイだっけな、75パイだっけな、70だっけな、のデュアルで作って、自分が好きなようにこう、段、加害違いにしないで、こういう、もうちょっと本当は上向きたかったけど、バンパー切んないとだったから、このぐらいの跳ね上げ具合で。まあこんな感じで、あとはこの例のメーターですね。これも今油圧ゼロで警告してるけど、まあちゃんと出るようになって、であと今仮の AF 系とかブースト系とかで、これの数値との誤差がどのくらいあるかとかをチェックしてて、これはだからチェック中、ここに何を入れるかを悩んでいるところですね。まあこんな感じで、何をしなきゃいけないかっていうと、ちょっと軽くシェイクダウンで、ちょっと近所で走らせたらいきなりタイヤがバーストしてこんなになっちゃったから、こんなんで、でバンパーもここ中取り付けがダメになっちゃったりとかして、こんなになっちゃったから、この辺をしっかり止めた。でこれも外したんだけど、またつけた。でこんな感じで、まあここは OK、 両側それを同じ処置をしたんで OK なんだけど、この黒いタイヤの跡は落としたいよなと思って、だから本当はこの後ろはもうこのデロリアンが眠ってたみたいな外観で行こうと思った。この窓のまま前だけ綺麗にしてこれで行こうと思ったんだけど、この黒いやつを落とすとなると、やっぱり磨くかということになって、まあポリッシャーかけるか手でかけるかわかんないですけど、ちょっと今日綺麗にしようかなと思って、あとこことか、ここまあ初めて18年ぶりに開けた時、ここ土でいっぱいで、アリの巣がここにできてて、この模様、トラ模様みたいになってて、ここ巣、もう土がバーってあって、アリがわーって出てきたんで、それも流しただけなの、こっち側にも。こっち側にもここに跡が残ってるんだけども、これも落とそうと思って、これとかもすごい錆びちゃってるけど、これ部品取りにいくらでもついてるから、あってよかった部品が。あとは窓はこっちは今動かない、これが直らないのと、あとこのモールみたいなやつが、まあ、長さも足んないし、ちょっと冬で硬くて無理に割れちゃっても嫌だから、まだここはもうほっといたんだけど、これ開閉するたびに挟まるからうざいんで、これもちょっと何とかしようかなって。まあ、そんな感じです。今日はちょっとじゃ あの早回しでやってみます。Thank you.
と仕上がったので外装はまあちょっと磨いて、だいぶ水垢とかでんでん虫の跡が消えたので、今掲載用の写真を撮っちゃおうと思います。色変わるかもしれないしちょっとわかんないですけど、とりあえずナンバーつけて、うちの看板のナンバーつけて掲載の準備です。やっと形になりました。これでちょっと掲載して、まあ売る気ないんですけど掲載してみようかなって思います。すごい高値だったら売っちゃうかもしれないです。